堺県は、明治元年に、泉国の旧幕府領、旗本領を管轄するために設置された県。後に、泉国、河内国、山和国のそれぞれ全域を管轄した。 明治3年12月以降、県庁が置かれた、本願寺栄別院右側は、大久保利道、左側が、栄県知事時代の最初淳と思われる。大久保の日記に、強制諸子同行写真書投稿さんとある。蕎麦、伏見の戦い後の明治元年1月10日に、政党大将軍の忍羅寺宮、吉明親王が、大阪城へ入城すると、 明治新政府によって1月22日に大阪賃貸が発足し、1月27日に大阪裁判所へ解消。堺では、堺奉行所後に大阪裁判所の出張所が設置され、うるう4月に堺役所へ解消された。5月2日に大阪裁判所が大阪府へ解消されたが、同時に管轄範囲が広大化した。このことを受けて、6月8日に、 堺役所が泉国の旧幕府領を管轄するようになり、6月22日に大阪府から堺役所を分割して堺県が発足した。堺役所がそのまま堺県庁となり、堺役所判事だった小川和都氏が初代堺県知事となった。小川は上からの人生すなわち民に情け深い政治をすべきだとの強い。 受教思想の持ち主で独自の検知方針を抱いていた。大雨で氾濫する山和川の治水工事を完備では間に合わないので自分や幹部の年俸を拠出して積極的に進めた。また、検察を発行して経済流通の活性化を図ったり、全国の小学校開設に先立って合学校を再興し、見学として近代教育のスタートを切るなど、 中央の統制を超えて、積極的な地方行政を推し進めようとした。このため、明治政府と対立し、明治3年に早々と面会になってしまう。第2第知事には、最小厚氏が就任し、明治4年に、堺県令となった。明治9年の第2次府県統合により、奈良県を編入。県市販学校、医学校、病院、旅行場。 境板教科書の発行など、教育行政や、境東大の建造など、港湾改修、宝石所、レンガ工場の建設、境博覧会など、商工業振興のほか、浜寺公園、大浜公園、奈良公園の開設など、先進的に建成が進んだ。しかし、明治14年に、境県は大阪府へ編入されて、廃止となった。これは、 廃藩置県後の県の整理の一環とも見られるが、全国的に見れば、その作業は完了しており、逆に大きすぎる県の分割の方に問題が移りつつ、あった中での合併であった。そのため、雰囲気が極めて狭い上、銀目廃止令による両替商の相次ぐ倒産や大名菓子の不良再建化による経済の地盤沈下に直面していた大阪府を、 にふにににさわわしいい規模にするるたために行われれと考えられている大阪府では、その後、やはり雰囲気が広大すぎることが問題視され、明治20年に奈良県が再設置されることになる。河内県、佐山藩から編入された地域は、それぞれの項目を参照。なお IQ が存在するため、損数の合計は一致しない。ありがとうございます。